納車された人へおすすめする、そうグッズなりをさ、でちょっとした汚れを拭くやつとか、そうなるほど、これマジでヘビーユーズしてて、運動したり出しつつ、うん、ガラコの効果を持続させ続させる、そっちでいいやんね、あの拭き上げ、拭き上げみたいに、これがね本当に大切だな、わかります、足元が引き締まる、ね、いやこんばんは、ケイです。こんばんは、チャンネルです。バーン。さあ、ということで、今日は、こちら、まあ、駐車場で分かる方は分かると思うんですけども、うん、同じく、ハピットオートバック、篠宮店さん行きたい。はい。そして、今日何をしますか、何となく予想つきます、まあ、オートバックス来たらっていうのは、うん、そう。ねえ、ねえ、なんか買うでしょ。なんか買うんですよ。しかも今回見てください、この車、うん、これは私たち目の前でやってます。隣ね、契約の車ありますけど、ね、そう、この隣ね、あの、ぜひ、あの、タゲッチ、納車されました動画、ぜひご覧いただければと思います。納車された人へおすすめする、うん、僕らなりのおすすめする商品を買い物しようじゃないかと、そう、グッズなりをさ、そう、やっぱりこう最初は何も揃ってない状態なので、そう、まっさら、なんかこうこれあるといいよねとか、そう、便利だよねみたいなものをちょっと今日取り揃えられれば、これね、もう絶好の場所ですからね、本当です、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっといろいろ足りてないので、装備が、うん、そう、かげつつでも欲しいものがあるそうなの、それも買いつつ、僕らなりのね、うん、これあった方がいいよっていうの、絶対あの車生活していく上でそう痒いところっていうところありますから、 あるんですよ、ね、そう、そう、あ、これあるんだみたいな、そうそうそう、これ欲しいな、おあるんだ、これ欲しいな、おるんだ、これ欲しいな、おるんだ、そんなじゃない、なん、うん、そう、いや、ちょっと変形がすごい、うん、止まって止まってた、うん、さあ、ということで、早速店内に行きました、はい、ピットオートバックス篠宮店さんでございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあまず、はい、私がおすすめしたい、まあ、初っ端に買っといた方がいいんじゃないかという商品をご紹介します。ありがとうございます。ズバリ、うん、ターボキットでございます。いや、ちょっと待って。これはやっぱりその今乗ってる車をよりパワーアップさせるっていう意味でも、ターボキットをバシッと打ち込んでやっていくっていう、そういうので。まだ買って3週間ぐらい。まず買うものにしてはヘビーだし。いやいや、ヘビーだって。ヘビーだって。え、そしたら、まあ、ボアアップか、まずそのシリンダー系を、ちょっと違う違うっていう、今日はグッズを見に来ようって話だったので、ちょっとした汚れを拭くやつとか、なんかそういうのが欲しかったり、なるほど、ごめんなさい、そうそうそう、申し訳ない、だいぶ方向が、ね、違ってましたからめちゃくちゃずれたね、初っ端から出落ち感がすごかった、めちゃくちゃずれたびっくりしました。まあ、これ多分ね、1個じゃそれはもちろん収まらないんですけど、金井さんってこう車内の匂いってどうですか。匂いは、あのままでまあ、どっかでそのフレーバー的な要素は、まあ、入れようかなと思います。で、これ何があって、そのアピットね、めっちゃ売ってるんですよ。多分ね、結構どうですか、カー用品ってこれだけあるのってあんまないですよね。いや、地元の、それこそオートバックスさんでも、うんうん、ここまではないですから。ないですよね。やっぱりアピットさんは圧倒的な品数がありますね。ね、量がすごい。うん、こうやって刺繍もできるんで、まあ、刺繍なんか違うことが、刺繍ってなんか同意量がいろいろやばいのがありますけどじゃあちょっと個人的になんですけど、はい、俺がヘビーユーズしてる、はい、ちょっとものちょうどあったんで、これです。あ、はい、そう、拭くやつ欲しいんですよね。これあの除菌ウェットシートなんですけど、これ丸型、これゴミさんの車にあの DJI とか貼っつけるときによく見るやつ、うん、そう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 、これいいね、丸型、そうそうなんです、ね、これマジでヘビーユーズしてて、っていうのもそのまずまあデザインかっこいいのと、うん、あとカーボン柄っていうのもちょっと確かに、うん、ちょっとこう男っぽさもいいですね、うん、そう、うん、これはまず買いたいと思います。お、これ決定、うん、これだから意外といや、お前そこかいって思われた方いるかもしれないいらっしゃるかもしれない、まあでもとりあえずね、まあ一旦これを、一旦これ、はい、ちょっと、いろいろありますから、うん、これちなみに車内オンリーって感じです、そのなんかちょっと外装でちょっと汚れたりしたら、うんうん、あのウェットティッシュは、まあ、基本やっぱ手拭くとか、そういう車内ですね、外装はやっぱ傷ついちゃうんで、そうそうそう、目も荒いし、あ、そう、ありがとうございます。そう、ちょっとここら辺あの細かなケミカル用品とか、ちょっと洗車系のグッズが集まってる場所なんですけど、やっぱり何かと、まあ、普通のタオルでもいいけど、あると便利なのがこちら、
マイクロファイバークです、はい、これは、ね、あると便利、車内服にも、うん、車外をちょっと窓から包む服とか、うんうんはいはい、ピロッと絶対必要です。こういう感じでボディガラス車内とかやっぱりこう場所に応じて使い分けもある程度必要、うん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 、でそういう商品も出されてこういうその場所ごとにあったタオルっていうのがまあ指定されてるのはなんか初心者としてはちょっと分かりやすくていいですよね。確かにガラスって拭くと拭き筋が残ったりする、うん、変なタオルだと結構むずいんですよね。そうむずいので逆に汚れちゃったりして、うん、これは室内側のガラスしかダメ。基本室内、外はまた別の話になります。あ、じゃあ一旦これで降りてきます。とりあえずね、はい、これで指定されてます。一旦これ買っとけばっていうようなやつ。めっちゃ便利、いいもの売ってますね。うん、ね、398円、分かれてもいいよ、うん、安いよ。でも私からちょっともう一点だけ、はい、もう一点お願いします。やっぱりね、まあ今梅雨時期、うん、まあ、これからそして雨は一年中降りますから。確かに、うん、そういう時に車ってメンテナンスしないと、はい、窓ガラス雨がダラーっと伸びちゃって、うん、ワイパーでやってもこう筋が残って、うん、前が見にくい状況に陥る、うんうんうん、でそれを改善するのがここら辺、ね、この辺の商品、撥水のコーティングをするものです、ね、ガラコって聞いたことあります。これはでもソフト99さんの商品になってて、ね、これね、めちゃくちゃいいでしょ、うん、これね、どうやってやるかっていうと、うん、まあ、窓ガラス綺麗にして、うんうん、でこうやって塗り込んで、うん、で空拭きするそうだけ。あ、それだけ。そう、それだけでめちゃくちゃ撥水します、うん、へえ、めちゃくちゃ撥水する。雨の日とかワイパーいらない状態になります。ほうほう、もう走行の風で、はい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 、雨が雨滴が飛んでくる。そう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 。これ1回やったらどんぐらい持つんでしょうか。だいたい1、2ヶ月は綺麗に持ってるんでしょう、うん、で徐々に効果は落ちていくけど半年とかぐらいまではまあ仕事してるなって感じで、うん、結構ガラコ信者なところあるんだけど、はい、ずっと使ってて、はいはいはい、最近ウィンドウォッシャー機買ったじゃないですか、うん、はいはいはい、納車時に買いました買いました。ガラコもあって、ガラコが実はあって、これあのね、ウィンドウォッシャー機をあのタンクに入れるだけで、うん、で雨の日とかにえウィンドウォッシャー液出しつつ、うん、ガラコの効果を持続させ る。そっちでいいやんっていうこともあったり。いや、そんな全部することじゃないですけど。でももちろんこういった専用品に比べると、うんうんうん、持続効果っていうのは劣ります。あー、なるほど、はい、もちろん、ね、一時的なものですけど。あ、そうなんですね。結構一時的。じゃあ一旦ちょっと今回はこれで、ね、これを変えてデカ丸、はい、私がね、うん、おすすめしたいのは、うん、まあ、シャンプーとかはどのシャンプーもすごく性能が良くて、うん、なんか極端に安くなければ、まあ、正直どれでもいいかなと思うんですけど、はい、結構ね、あの吹き上げ、吹き上げ、ね、吹き上げ、これがね本当に大切だなっていうのをすごい思ってて、うん、今回ね今買ったやつあるじゃないですか。これはまあ正直吹き上げもできるんですけど、うん、洗車で吹き上げてなるとちょっと容量不足というか、うん、やっぱりどうしてもこう、うん、どうしてもやっぱりちょっと大変というか。確かに確かに、うんうん、私がねおすすめしたいのは、うん、ジーオンのこちら。はい、でっか、これでっかい、でっか、これこっちです、はい、これタオルです。これタオル、吹き上げタオルです。これね、これ吸水力半端ないんですよ。っていうのも、ケヤキ君の BRZ を前洗車した時に、うん、ジーオンのこれ使ったんですよ、うん、前ね。で、うわ、すげーってなって感動して、うん、で、そしたら、ジーオンがね、最近ね、アップデートしたんですよ、この色に。エボ、エボ。で、これ何があれって、まあ、俺、使ってるユーザーだから説明するんですけど、あのね、絞りやすくなったんですよ。シルクドライヤーね、これ結構吸水力すごいんですけど、ちょっと絞りづらかったんですよ、うんうんうん、分かる分かる。ふっくらしすぎてて、そう、うん、固く絞れないんですよ。そう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 、ね、まさにそう、うん、例えばガソスタの洗車機とかで、ね、はい、洗車するってなった時、うん、あのガソリンスタンドにもタオルってあるけど、ありますあります、あれより圧倒的早く、うん、こういう大きめのタオルで傷もつけずに拭き取れる。あ、ガソリンスタンドのタオルはちょっとそういう傷のリスクももちろん、うん、使い回しなんで、いろんな車の結局ね、そう、でその前使った人がどう使ってたか分かんないですか、うん、その繊維の中に石が入ってる可能性も全然あるんで、確かに、それは怖いですね。だったらもうこういうので自前のものを持ち歩いてて、そうそうそう、そう、これはまあどうす、ね、主にボディボディそのあんまホイールとかやらない方がいい。ホイールは一緒のもので使うっていうのはもう本当ぶっ壊されるの。あ、はい、そうぶっ壊される。それは、はい、本当にいろいろ分からないことがあるから。そう、この下回りと
ボディっていうのは、うん、基本的には使い分ける。そうそう、本当はそうボディ上部とそのリップとかの、うん、でもタオルを分けてほしいぐらいぐらいの感じの方もいらっしゃるし、うんうん、まあ面倒くさければ最悪そこはまあ一緒でもしっかり流してしっかり洗ってれば、うんね、都度都度洗えば大丈夫。なんでかっていうとやっぱりあのボディの下って石とかがつきやすいんで結構残ってたりするんですよ。しっかり洗ってしっかり吹っ飛ばしてれば大丈夫なんですけど、でもタイヤとボディ一緒のやつ使うのは本当ぶっ殺さんも本当に、うん、やばいっす、やばいっす。ホイールってブレーキダストとか乗ってるから、でブレーキダストってかなり、うん、攻撃性のある部品なんで、もうそれでボディを拭いたらもう一瞬で傷だらけ、ピッと、もう金属なんだよ。金属と金属が擦れて出てきたゴミなんで、うんうん、はいはい、だしあの落ちてないんで、あれ簡単にはあの洗っただけじゃ落ちないんで、一緒にしちゃうとのここに付着してたりするから、はいはい、もう全く別物にする。でホイールを拭くためのもう専用のこういうなんかなんていうんだ、マイクロファイバーを用意したりっていうのも絶対する。お、ちっちゃい、このサイズがこれです、うん、洗車機とかだったらあのエアーで最後飛ばすから、そう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 、これぐらいでもうもはや、うん、もしかしたら足りちゃうかもしれない、ね、じゃあちょっとこちら3080円、50cm×55cm、うん、書いたいと思います。ありがとうございます、はい、本当ね、あのシャンプーとか行き出すと、うん、もうとんでもない、あれ分かりますよ、僕らね、僕も契約 も、うん、もうこだわりあるんで、うん、宗教だから、宗教なんでいろいろあるんですね。そう、ホイール洗うための道具とかも4つぐらい駆使してやってますから、うん、そうなんです、そうなんですよ。なんで、いやいや、もっとあれ紹介しろよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、うん、とりあえず今日は、うん、まずは、うん、っていう、そうですね、うん、なんかオーソドックスなやつが買えたら今日はいいかなっていう、はい、そうねすいません、で私もう1点ありまして、はいはいはい、こちら、あーまあねー、これ系はね、まあ、洗車つながりではあるものの、はいはい、例えばこれ窓ガラス拭きウェットシートとか、うんうんうん、これサッと出先で汚れてる時に、うん、例えば鳥の糞が落ちてきちゃったとか、ありますあります、そういう時に拭くのにめちゃくちゃ適してる。あでそのシリーズでめちゃくちゃホイールとかタイヤとか、うん、車内の地出しとか布シート用とかいろいろあるんで、うんうん、もうそういうもう本当にお好みで、そうそうそう、はい、買ってみるのもいいかもしれない。なるほど。実際私も使ってます。もちろんね、洗車して綺麗になった状態でボディとか使うっていうのはもちろん大前提でお話ししているという。そんな感じです。これ言わないとね、また言われちゃうんで。意外といいなと思ったのは、うん、これタイヤツヤフルウェットシート。わかる。タイヤって白くなってくるんですよ。タイヤってでも黒い方がかっこいいんですよ。うんうん、引き締まってるんだよ、足元が。で、白くなってきちゃったタイヤに、ちょっとこう外でかっこいいところでちょっと車を見せたいなって時に艶出しをするんですけど、このタオルでピュッて拭くだけで、そう、わかる、めっちゃ綺麗に艶出る。で、色々この艶出しっていうのは、例えばスプレータイプとか、うん、他にも色々あるんですよ、ワックスタイプとか色々あるんですけど、手軽さで言ったら一番これ。ボディが綺麗でもタイヤが汚いと車って全体汚く見えるんですよ。そう、それがタイヤ綺麗なだけで、うん、いくらか、そういくらかじゃないの、うん、全然変わる印象が、うんうん、だからあのオートサロンとかで展示してある車とかってちゃんとタイヤ黒光りさせてるんです。ディーラーさんもそうだし、はい、そう、うん、どうしようかなこれ。まあ見てください値段198円。お菓子、お菓子か、そう、いや本当そうです、タケノコの里とか、うん、買います。おすっごいなんかノリいいっすね。はい、あとね、一応この辺ね、あのパテ補修セットとかね、はい、隙間シールセットとかいろいろあるね、いろいろあるんで、あの結構あのガリっちゃった時とかね、いやほんとそうよ、ガッツリマジで。でも多分いずれお世話になると思います。そうですねこのね、このね、ほんとお世話になると思うんで、うん、あのぜひ見といてください。こんなんもあるんだっていうのをね、頭に入れとくな。今日はね、確かあれですけど、これボディの色バーってあるんで、例えばすごい、スバルのシルバーか、あ、この辺、あ、だからこの辺か、アイスシルバーですか。あ、これか、アイスシルバーメタリック、うん、これじゃん。これはどういうあれなんですか、なんか塗るタイプ。ここも塗る、タッチペンって言って、うん、ペンです。じゃあスリーキスとかボディの、うーん、まあどっちかというとなんか飛び石で、もう塗装がパッてこう、もうもうなんていうんだ、うん、えぐれちゃったやつとか、軽いちっちゃいやつとか、うん、まあ、こうもタッチで意外とね、わかんないんですよ、結構ね。そうね、そうそうそう、意外とこういう補修系も
ありますよっていうのを、うんうん、ぜひ頭に入れといてほしい。確かに、うん、まあ一旦こんなもんですかね。買い物ですね。まあ一旦ね、タイヤ敷シート、うん、これはシルクドライヤー、はい、うん、これね、これあの部分で分かれてるんですか。あ、そっか、うん、あと拭くやつ、拭くやつ、ね、拭くやつ、ちょっと拭くやつ、うん、ちょっと拭くやつで、手とかね、あ、そうそうそう、手とか拭くやつ。いや、本当は洗車グッズめっちゃおすすめいっぱいねしたいけど、まあ今日はね、うん、とりあえずっていう感じですかね。そうそう、ひとまずね、これ本当はですよ、皆さん分かりますよ、いや俺だったらあれ買うよ、分かりますよ、分かりますよ時間とこう お金が絞られてる状態で、うん、こう何をしようっていうね、本当悩んでます。そうですよ、僕たちも悩んでます。本当にコンシェルジュもやっぱ悩みますから。悩みますよこれは、うん、分かるな。だからぜひ皆さんね、コメントで、あ、そうですね、ちょっと欲しいかもしれない、うん、これはあった方がいいよって思います、うん、ぜひ皆さんね、コメントください、ね、本当に今は、うん、そのこだわった方がいいやつっていうよりかは、一旦これあった方が便利的なやつがちょっと欲しいかもしれない、うんうん、一旦ね、うん、つやふきウェッジシート早速試したいと思います。もうすぐね、もうすでに、いや早い早い、ツヤが出だしてる、はい、早い。まあこうかな俺、結構厚みがないとね、持ってかれるんですよね。そう意外とこんぐらいに折って、うん、でもう ここにこう当ててこうやって押し込む感じ、こういう感じ何回も同じところをこうやってやって、これ多分濡れてるから黒くなってるとかじゃなくて、ツヤ、うん、出し成分によってちゃんとツヤが出てる、ちょ分かるかな、映像でちょっと分かりますかね。分かりづらいかな。でそこね、何回もね同じ場所ゴシゴシやって、そうでどんどん下に降りていくとか、周囲をね、ああ来てる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 、綺麗になりますから。うわ、でもほら全然違う、めっちゃツヤ出てますよ、うん、全然違う。やるのは側面だけですね。そう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 、タイヤ面はどちらにせよすぐ落ちちゃうし、うん、まあ見えないし、あー綺麗になったんだ、だいぶ、いやこれさあ見るとね、ちょっと映像じゃ分かりにくいかもしれないけど、あと俺のちょっとした細かいあれなんですけど、はい、意外とねこの溝も一緒にやった方が、あ、そう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 、そこもねそうそう、せば学生の時に飲食のバイトやってた時も、うん、はい、テーブルの上だけじゃなくて端っこもちゃんとこう、そうそうそう、うんうんうん、今まさにそれです、それだ、やっぱ1個だけ綺麗、周りだけ綺麗でも実はこういうとこ汚いと全体が目立ってしまう、うん、あ、めっちゃでもそうっす、そこ綺麗になりますね、うん、なるよね、大事ですね。あー、きれいきれいきれい、隅々までき れ, うわ見てか、これのすっげえ汚れ落ちてる、いやいやいや、うん、こんなにってぐらい、うわ、なんかうんこぐらいのねレベルで、もほんと汚れのこの色のうんこは病気っすちょっとわかります、足元が引き締まる、ね、うん、確かにやっぱ黒って引き締まる色なんで、 それが強調されるっていうことはイコール足元が引き締まるという、今これやってみて、うん、本当に違うでしょ、いいなと思いました。そう、ね、本当例えば革靴が汚いそうそうそうの印象になっちゃうから、そう、タイヤ汚いと、うん、でも革靴でピカピカに磨かれたのが綺麗じゃないですか、うん、それと同じなんですよ、要は足元が綺麗、確かに、わ、いいですね。でこうやって、あ、綺麗だなってなっていく、愛車綺麗だなってなっていくのがこれ洗車への入り口ですね洗車沼の入り口そうそうそう、まさに、あ、これでも映像でも分かるわ、前と今後ろ、うん、こっちがまあ B4 っていう感じですかね、うん、前後で全然違う、多分ビバンナム君がね苦しそう、なんかあんまりこう苦しそうなの、なんか助けてよって、ちょっとじゃちょっと拭いてあげてください、これビバンナム君だけでも助けてそこちょっと拭いたら気になり始めちゃう助けてからいやいいでしょ、いや素晴らしい、まあ、こういう商品便利グッズいろいろありますんで、はい、うん、ぜひ今後もねちょっとね今後もいろいろこだわりとか出てきたら書いたいな、すぐ相談してください、うん、はい、さあということで、ね、はい、おしゃれ映像でございます、いないね、ちょっとおしゃれ映像になっちゃいましたね、はい、どうでしたか、竹山さん、まあ、いよいよやっとアイテムとかちょっと買い始めて、うん、まあ、これから本格的に自分の車ライフが始まるかなと、おー、ちょっと今日はその旅立ちの日というか、うわ、おー、門出ということですね、門出ですね、うん、はい、ウェディングロード、ウェディングロード俺らもなんかね、もう、そうね、良かったですね、ちょっと初々しさがだいぶ伝わってきて、その応援したくなる気持ちがだいぶ
ありますし、ありましたね。あと我々もその初めて車を買った時のことをちょっと思い出すような感じがして、うん、そう非常に楽しかったですね。いやなかなか、うん、ここから多分いろんなものが集まってくるんだろうな、うん、いろんなものを買い集めていくんだろうなっていうのが、ね、確かに見えましたね、うん、まず1個の快感を得ちゃいましたから、これ綺麗になるという快感、はい、いやーよかった、うん、そうここから始まりますから、そうですよ、何でも相談してください、はい、そしてあの改めてね、あの皆さんぜひこれもかっこいいとかいいよというコメントなどございましたら、 あくまでこう最初に揃えておいた方がいいよっていう、うん、なんかあれば、はい、あのぜひ皆さんコメントいただければと思います。お願いします。ありがとうございます。これから影山さんの BRZ ライブ、よろしくお願いします。見させてください、はいはい、ということでこの動画がいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。 SNS のフォローもお願いします。はい、またご覧ください。バイバイ、はい。